こんにちは。今日のテーマは、旧民主党の皆さん、国民はあなた方が考えているよりあなた方を許せないと思っている、でも攻め込む隙はある、です。立憲民主の枝野代表が国民民主ら会派を組んでいる野党に合流を呼びかけました。数合わせを嫌っていた枝野さんが野党結集に舵を切ったとみられますが、もし一緒になるなら党名も党首も変える、つまり合流ではなく新党でないとダメでしょう。新党結成は最近の永田町の暮れの風物詩です。なぜ暮れなのかというと、1月1日時点での議員の数などに応じて320億円の税金が政党交付金として各政党に配られます。今から25年前にこの制度ができて以来、新党結成は暮れの新しい風物詩となりました。この話はシンプルなようで複雑です。日本の政治システムは二大政党制を前提にしているので、選挙に勝つにも国会で質問するにも二大政党の一員でないと損をする仕組みに25年前に変わりました。一方で旧民主党のように同じ党の中に違う意見の人がたくさんおり、政権運営の途中に離党したりして政治を混乱させると国民の顰蹙を買うことになります。応用な人は枝野さんも玉木さんも野田さんも小沢さんも、もともとは民主党の人でそんなに考えが違うわけではないのだから、共同政策を少し柔軟にしてまず元の鞘に収まればいいじゃないかと言います。しかし残念ながらかなり多くの人がこれに批判的で、どうせよりを戻してもまた別れるんだろと大変冷ややかにこの動きを見ています。僕は応用な人なので、先日も立憲民主の幹部に、原発政策も本質は違わないんだから少しは妥協したらと勧めたのですが、彼は頑として妥協はしないと言い張りました。多分しないのではなく政治的にできないのでしょう。確かに小池百合子さんから排除された一昨年の選挙の時、枝野立ての声が上がり、立憲の孤高の姿勢にしびれた有権者はいました。しかし立憲の孤高主義も世論調査を見ると国民にはだんだん飽きられています。今は妥協の時という事実を立憲の人々は受け入れるべきです。しかし妥協して玉むしろの政策で新党を作っても国民は納得しません。だから一つの解決策は、旧民主党政権の中枢を担った枝野さん、福山さん、安住さんらがいつまでもトップにいたらダメです。彼らは表に出ない方がいい。玉木さんはギリギリセーフかもしれません。山本太郎さんの人気の理由の一つは、既成政党の人ではないということです。それは世界的な傾向でもあります。山本さんをトップに担ぐのはやめといた方がいいと思いますが、トップは新しい人でないとダメです。世論調査によると、国民は安倍政権の桜を見る会への対応にとても怒っています。この件で安倍さんを嫌いになった人も多いでしょう。一方で政権は安倍さん、あるいは自民党に引き続き担ってほしいし、今の野党に任せるのは嫌だとも思っています。この気持ちをどう変えてもらうか。旧民主党の皆さん、国民はあなた方が思っているよりあなた方を許してませんよ。ただちょっと安心していいのは、だからといって自民党をものすごく好きかというと、そんなことも全然ないのです。攻め込む隙はある。それをこの7年間うまくできていないだけなんです。どうしたら国民に許してもらえるかを考えるのが、合流とか新党結成より先でしょうね。以上、本日の平井文雄の言わねばならぬでした。